まあ、なんか制度があったりしてですね、国の社会の仕組みがあったりして、でそれをによってなんかまあちょっとあまりうまくいかないみたいなことがあったときに、まあ、一つのやり方はそのシステム制度を変えようと動くってことがあると思うんですよね。それは政治的な領域に行くと思うんですけど、まあでそういう、まあ、典型的には人事の制度ですね。例えば、非正規職員の数になが多くなって正規職員が減らされてしまって給料が上がらないとかですね、そういうこと、まあ、研究者コミュニティもコミュニティもそのポスドク問題といって、そのポスドクのなんていうかな人が非常に多いんだけど、その以降の研究者のコミュニティがないからそれがすごく問題だっていうようなこともあるだろうし、まあ、いろんなその職種でですね、まあ、非正規の方が多くなっちゃっていて、その正規の職員が減っちゃってるとか、そういうのはけしからんとか、あるいはその資本主義の世界の中で、まあ、いろんなそのシステムを変えなくちゃいけないとか、そういうことがあってシステムを変えようって、これは結局政治的な領域に行くと思うんですけど、そういうような動きっていうのは僕はもちろんサポートしたいし応援したいと思ってますけど、一方でなんかもう制度としてあって、でその中でどのように自分が動くのかっていう考え方というかアプローチもあると思うんですよね。ですから例えばじゃあ、ポスドクだとか非正規職員だとか、そういう問題があった時にその国に働きかけてですね、そういう制度を変えようとするアプローチと、それじゃなくて自分の方が動くというか、自分の方がいろいろ工夫して、まあいろんな仕事をしたり、トライしたり、まあ、努力って言葉は、まあ、彼女も僕は好きではないですけども、ね、適切ではないと思いますけど、まあ、とにかくいろいろやってみるっていう、その両方のアプローチがあるとすると、僕はどっちかというとその後者の方が自分にはしっくりくるし、自分がやってきたことなんですよね。もちろんその政治的な領域の方でいろいろ活動することを全く否定するものではなくて、僕はそれでとてもいいと思うんですけども、その一方でやはり自分が動くことによってですね、結局はその制度設計してる側もなんかそのまあ言うなればその、さまざまな、人たちの集合地として、まあ、制度ってのは変わっていくと思うんですね。ですから例えばある、まあ、条件で働くってことがあったとしたときに、その条件で働くよっていう人がどのように動くかっていうか、その条件でどれくらい人を募集してくるかってことに、まあシステムは影響されるわけで、今なんかコンビニの時期でどんどん上がってるみたいですけども、この前も夜の時間帯で千何百円っていう、まあ以前はなんかはね1000円台とか1000円ちょっととかそういうのだったと思うんですけど、上がってる。それはだから要するにそれだけお金を出さないと人が来ないってことになってるんだと思うんですけど、それだからその経済学の原則で言えば需要と供給で、そのシステムって変わっていくわけなんで、まあ、単純に何ていうのかな、その人が自分の育成をですね創意工夫で動き回るってことだけでも世の中って変わる気がするんですよね。それによって変わる部分も大きい気がするんですよ。もちろんこれはですね、そういう個人の努力だけではどうすることもできないこともあるので、そこら辺はその政治の領域になると思うんですけども、僕は両方ないといけないのかなと思うんですね。この一人一人が創意工夫するというのと、それから一方でその制度論というかシステム設計論というかその政治の問題の両方があって、初めて僕はバランスが取れるのかなと思ったりもします。ですので、もちろん政治システム論の領域のことを一生懸命やるのはいいんですけど、まあ、それはアクティビストで、それはパートタイムっていうか、その自分の人生の中でですね、まあやるべきことの一つとしてそういうことをやるっていうアプローチもあるんでしょうし、それからまあ本当にフルタイムでそういうアクティビスト的なことをやるような人もいるんでしょうけど、どちらも僕はそれでそれで素晴らしいことだと思いますが、一方でまあ、なんかしないけど一生懸命生きてるっていうか、工夫するっていうか、まあ、逆に言うと国にあんまり期待しない制度側にあんまり期待しない、僕は国にあんまり期待しない、最初からしたいんですよね。国どうかしてくれとか思ったことは一度もないのかな。
まあ、あのイギリスね留学できたのはそのヒューマンフロンティアサイエンスプログラムっていうのがあったかで、それはある意味では中曽根さんが確か提案したんだと思うんで、その意味においてはね、あの恩恵を得てるんですけど、ただそのヒューマンフロンティアサイエンスプログラムにしても、まあ、そういうものがあったから僕はそれを生かしたんだろうから、それがなかったらまた別の道を探してたんだろうし、まあ、今もそうですけど毎日あがいてるんですね。こうやってあの仕事の合間に街を歩きながらこうやって動画を撮って、まあどうせ俺の動画なんてそんなに再生されないのかもしれないけど、底辺 YouTuber としてまああがいてるというかですね、じゃあ俺が届けたいメッセージはこうだよって、俺は今の日本の YouTuber あんまり好きじゃねえよって、あの地上波テレビも好きじゃないけど別に YouTube もそんな好きじゃねえよって、俺はこういうことを議論したいんだけど別になんかあんまり見てくれないかもしれないけど、まあやるわみたいな感じで、でその時になんかじゃあ YouTube の制度なんとかしてくれとか、アルゴリズムに対してすら僕は文句言わないですからね。なんかアルゴリズムがあって最適化するにはこうでとか、ああだこうだとか言うけど、まあそうなんだろうけど、俺は俺で自分のできることやるしかないから、なんて言うんでしょうか、こういう思想はね、自分がコントロールできる範囲のことでベストを尽くすって感じなのかな。だから政治的な活動をされてる方はそれで僕はいいと思うんだけど、僕はやっぱりきっと政治的な人間じゃないんでしょうね。根本において自分で何とかしたいっていう人間なんでしょうね。それの限界もきっとあるんだろうけど、あるんだと思うんですよ。まあ、俺なんかその政治的なことをいろいろ考えてる人から見たら甘っちょろいってことになるんだろうと思うんだけど、まあ甘っちょろいかもしれないけど、俺はそうやって生きてきたんで、まあしょうがないかな。うん、政治的なことをメインに、物事を考えていきたいっていう気持ちは僕には全くないんだよね。まあちょっと皆さんのご参考になるかどうか分かりませんけども、政治的なことと個人的なことの関係についてそのようなことをお話ししてみました。以上です。